皆さんお元気でしょうか。私はペンネーム朝日です。4月北海道旅ピア情報の始まりです。今回のお題は北海道の農業研修についてです。そう、北海道といえば農業、農業といえば北海道ですから外せないわけですね。自給率 200% の日本の食料基地だそうですが、もちろん広い北海道ですのでいろんな研修先がありますよね。でそこで道南で、私の知人も行っている地域で瀬棚町というところが研修に行くなら良いと思います。ここに興味深い、補助がですね、いくつかあるようなので今回初めて、何かお話ししてみようかなと思っているところですよ。この研修先の瀬棚町というところはですね、北海道内でも珍しい有機栽培が盛んな地域のようですが、山の会というのがあるんですね。この会はですね、農業でもですね、いろんな人たちが集まって会合を各所で開き、試食会などを盛んにやっているようで、食材をレストランなどに卸しているようなんです。でこの会のメンバーで富樫君という人が秋芽自然農法という栽培法に取り組んでおり、これに成功しています。ここのですね、菜種油は有名であるとのことですよ。料理に興味ある方はですね、調べてみるのも良いと思います。菜の花畑がまた生き生きとしているとかで、美しいようですね。でですね、最近ではですね、アメリカの農務省の、ジャーキンスさんという方が富樫君の圃場に訪問されるまでになっており、今注目の栽培法の一つと言えます。もともとジャーキンスさんは秋芽自然農法に関心があって、いろいろと調べるためもあって、来たようですね。ご覧の通り新聞にもですね、数回にわたって山の会についての記事が掲載されています。私もですね、富樫君のところのパンダ納豆とかですね、豆腐をたまに購入していますけれども、豆の方はですね、普通のよりかかなり大きいですよ。ザ納豆とも言うべきボリュームですので、びっくりしますね。また豆腐はですね、鶴の子大豆という品種のもので、これがまたすごいお豆腐なんですね。そういうですね、食から、実地の研修に参加すれば、生産者から学ぶことは誰でも多いと思われますよ。今回はですね、これくらいですね。